じゃあ次はですね。ミコ先輩。これミコ先輩って書いてあるけど、今やミコ先輩ってもう呼ばないな。ミコチって呼びますね。ここはちょっと変化ですね。ミコチ。逆に、いつの間にミコチになってんだ、船長。なんで勝手に距離縮まってる？一対一なかったよね。あれ？去年、2022年。うん。ホロベイビーの絆思い出して。いや、ホロベイビーの絆思い出すのはミコチの方な。マリンがハブられてるから、あれ。あれ、ハブられてんのマリンだから。思い出すのミコチな。マリンは覚えてるよ、絆。全然気にしてないですよ。実際気にしてないけど、別に。ミコチは本当に、なんだろう、なんかそういう企画とかに、さ、呼ぶとさ、なんか絶対なんか面白いことしてくれるみたいな安定感。エロゲー。いや、エロゲー。船長もエロゲーやってみたいけど、でもなんかあれなんだよね。配信できないじゃん、エロゲーは。GTA はどう？船長、GTA やってみたいんだよね、現実問題。実は、一回やってみたいけど。もしマリンが地獄の自動車運転してやるか！連れてってやるよ、地獄へ。行くぞ、出航。はい。インキャプテン。ホーションマリン、アイムホーションマリン、イエーイ、センキュー。